ったな。放課後まるまる使ったけど。おはようもよし。ねえ、先週受付ってどこにあんの？いや、今日はさすがにビキニじゃないんだな。昨日は仕方ないでしょ。突然だったし、学校の水着まだ買ってなかったんだから。あら、それともダーリンは私のビキニが見たかったのかな。まあ、いやらしい。はじめまして、アメリカから転校してきた桐崎千棘です。母が日本人で父がアメリカ人のハーフですが、日本語はこの通りバッチリなので、皆さん気さくに接してくださいね。かわいい、すっげー美人。足細い、何やのスタイル。ハーフだってよ、あんな可愛い子見たことね。じゃあひとまず適当に後ろの空いてる席に。お、あ、あ、あなた、さっきの、さっきの暴力女。ぼ、うん、りょく、ちょ、何よ暴力女って。さっき校庭で俺に飛び膝蹴り食らわせただろ。ちゃんと謝ったじゃない。ちょっとぶつかったくらいで被害妄想やめてよね。どこがちょっとだよ、こっちは気絶しかけたっつんだよ。そう、血圧低いんじゃないの、あなた。こっちは謝ってんだから許してくれてもいいでしょ、めむしい人ね。それが謝ってる態度かよ、この…サロンナー。